お父さんが？ああ、お前が殺されて相当頭にきたんだろうな、あいつ。なりふり構わずセルに向かって行ったんだ。そうですか、お父さんが。それでは。さよなら、トランクスさん。向こうでも頑張ってください。ゴハンさん。俺、頑張ります。ありがとうございました。どうか、皆さんもお元気で。気をつけるのよ。元気でな。またな。オス、オラ悟空、セルをやっつけてやっと地球に平和を取り戻した。あれから7年も経ったけんど、みんな元気にやってっか。ご飯もでっかくなったみてえだし、久しぶりにみんなと手合わせしてみてえな。次回ドラゴンボール Z 復活の魔人ブー世界の果てまで超決戦、絶対遊んでくれよな。ごはんちゃん、まだそんな格好でいるだか。うん、お父さんが死んでからちょっと考えることがあって。ごはんちゃんがそう言うなら仕方ねえけんど、おっかあはその不良みてえなスーパーサイヤ人は好きじゃねえからな。ごめんなさいお母さん。はあ、ごはんちゃんもいつの間にか大きくなってどんどん悟空さんに似てきただな。そうかな。まあしばらくはごはんちゃんの好きにするといいだ。でもちゃんと家では勉強もするだぞ。いいな。うん、ありがとう。とは言っても何をすればいいんだろう。ちょっとピッコロさんに相談してみようかな。やっ
こんにちは。ありがとうございます。じゃあな。僕でもなんとか勝てそうだな。お父さんの分も僕がやるんだ。マセンコ。
それじゃあ行こうかな。ちょっと。これはいいものだぞ。なんとか勝てそうだ。
なんとか勝てそうだな。いや、いや、この光沢、きっと貴重なものだぞ。これは珍しい石なんじゃないか。僕でもなんとかないないとは。中に満ちてくるぞ。